日本で見られる側溝の一例。水量は、このように豊富な場合もある。広島県小原市。オランダの溝公共は、主に給排水を目的として作られる水路のうち、小規模な溝状のものの総称である。そのうち、公共用水域にあるものは、公共公共と呼ばれる。その状態等により、海虚、明虚、暗虚、側溝などと呼ばれ、区別される。 また、海峡と暗峡を総称して、環境と呼ばれる場合もある。皇居改作の歴史は、紀元前31世紀頃のインダス文明まで遡る。現在のパキスタンを呼び、インド北部に築かれた都市文明の中では、主要な都市のすべての住宅に上下水の設備が用意されていたと推定されている。主要な通りの下に暗峡が築かれ、 各家からの排水はその暗渠を経由して市外へ排出される仕組みになっていた。日本での皇居改示策は縄文時代晩期に中国大陸朝鮮半島から稲作技術と共に伝えられた農業用水路が起源であると推定されている。この頃に気づかれるようになった漢光集落跡から農業用水路として使われていたと推定される水路跡が見つかっている。 詳しくは、用水路歴史を参照。品、鶴線、武蔵野南線の下をくぐるにょう用水川崎堀。このように、鉄道がまたぐ、幅の狭い水路や、道路などを、公共、海峡などと呼ぶ場合がある。海峡とは、地上部に作られ、二掛けなどされていない状態の水路を指す。名峡とも呼ばれ、また単に、水路と呼ばれることも多い。主なものに、 農業用水路と離れた水田等をつなぐために作られる用水路兼排水路農地等の水はけを良くするための排水路雨水や湧水河川等の水を排出し洪水を防ぐために作られる放水路などがあるまたはこれらの水路を改作する動作を指すこともある水路や道路などをまたぐ鉄道橋のうち景観が短いものを特に海峡と呼び 鉄道、軌道時期の下に、幅の狭い水路等を通す工事を、開挙工と呼ぶ場合がある。また、旧国鉄では、鉄道橋の内景観が1メートル以上5メートル未満の、橋梁を、高挙と呼び、1メートル未満のものは、橋梁扱いとせず、暗挙、または、開挙と呼ばれていた。長崎電気軌道、小学、照らした停留場手前の川は、 東低流所より暗挙となり、道路となっている。暗挙とは、地中に埋設された河川や、水路のことであり、海挙に相対する概念である。目的により、いくつかに分類することができる。日本の廃下線一覧も参照。都市部における暗挙化は、戦前より、例はあったとはいえ、特に高度経済成長期以降、都市化。 宅地化の進行に合わせて一斉に進められたが、その多くは地域住民の強い要請を踏まえたものであった。背景には宅地化の進行に対して下水道の整備が全く追いついていなかったという当時の事情がある。行き場を失った大量の生活排水により、かつての小川は土舞と化し猛烈な悪臭を放つようになっていた。加えて台風時などに、 雨水が溢れるという水害が住宅地を襲うこともあり、こらえかねた住民たちは暗挙化を願い、行政に働きかけることも多かったのである。また、特に東京では、1964年、東京オリンピックの開催に合わせて、都市の対面を整える目的で暗挙化された、ドブ川が少なくなかった。下流部に快挙がある場合、清流復活事業として、 高度処理下水再生水を流入させているが、暗渠の部分はそのまま、下水道幹線として使用されている。治水工事で整備改修されている区間もある。敷地の有効利用の目的からか、暗渠の上を道路や遊歩道、緑道へ転用している例がしばしば見られる。川がないのに欄干が残っている場所があるが、これは地下に暗渠がある証拠である。元々の川幅の狭さや、 強度の関係もあり、多くは車両通行禁止の遊歩道などに転用している。幅が比較的広い川を暗挙にしたケースでは、自動車が通行可能になっていることもある。また、川を蓋が消して作られた経緯から、路面が沿道の宅地よりも若干低くなっていることがある。なお、地下に水道管を埋設するために、 直線的に整備された、いわゆる水道道路も、また、暗挙の一種である。速乾性が求められる、競技場、農地などに利用することが困難な湿地、地滑り地などの崩壊地など様々な場所で、耐水を防ぐ目的で施行される。この場合の素材は、有効管、素焼きの土管などのパイプ類などが用いられるほか、袖や砂利、玉石の埋め込みなども行われる。 集められた水は、敷地外の水路や側溝、下水道などに導かれ排水される。日本国外の乾燥した地域に多く見られる。カナートを参照のこと。側溝とは、道路や鉄道敷期、堤防の包みや死に沿って設けられる溝であり、もっぱら当該道路等の耐水を防ぐための排水目的で施行される。 プレキャスト製品などで製作されているものもあり、これについては一部実ス企画などの企画が定められているものもあるの一覧参照。状況に応じて蓋や金属製が設置される。ただし、鉄道の場合は信号線や電力線を通している側溝もあり、これらは必ずコンクリ製の蓋で保護されている場合が多い。ありがとうございます。